はいどうもこんにちは、ジーです。今日もですねマイクがないのでプロスピの音が全然聞こえませんということで石網行こうかなと思います。さあやっていきましょう。今日はですね久々に打撃カーソルを読んで設定してまいりました。どうだろうな、まあ、ちょうどいいっちゃちょうどいいんですけどね。どっちがいいのかは今のところあんまりわかんないです。フォーク、そっかそっか、フォークもあるんだった、忘れてました。いやー抜けて、あー抜けないまあ読んでも全然問題はないかな。あ、やっちゃった、やばいです。ここから行きましょういつも言ってる、ツーアウトから頑張ります。いやーどうだ、いやー落ちた、ナイス。さあフルスイングかましていきます。よっしゃー、ナイス。さあ行きましょう、いけるぞ、なんかいける気がします。あ、入るんだ、そっかそっか、そんな落ちないんですね、やばいな。さあ来い、よし来たーと思ったら抜けた、ナイス危ねえ、オッケーオッケー。さあまだ行くぞ、あーマジか。もしかしたらですけど前の動画っていうか連続で撮影してるんですけど、お蔵入りにする可能性があるので、まあ、ちょっと少し同じこと話そうかなと思うんですけども、なんかね今日テンションがねすごい高いんですよで久々にねお昼に休憩時間がねがっつり時間が取れたんで、まあ、撮影もねがっつりしようかなと思って連続で撮影してるんですけど、なかなかね普通の試合が多くて動画にできるかなっていうようなね、まあ、いい試合はたくさんあったんですけども、だからねこの試合は少しいい試合にしたいなと思っております。オッケー、だからこそいっぱい打ちたいですね。調子もねまあまあ徐々にですけど上向きにはなってるかなと思います。おお入るんだ、よし、ツーシームフォークのみで来てくれるのであればって言ってたらそうかなるほどね、聞こえてんのかな。よし、あーダメだ、振り遅れてるさあ蹴れていこう、頭は冷静に心は熱く、なんか最近聞きましたあボルダマだ、やばい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 ぞ、よし。なんか増坂さんフォームがこう早いっていう言い方でいいのかな、早いんでちょっとなんかやばい、ミスってる、あーナイス、少し打ちにくい感じがありますね。なんかうおさあまだ打ちたいです。いやー早いんだ、いやーこれも早いな、待ちきれなかったです。よーし満塁でございます、満塁でギータ、いいね、パワー自慢がついてるんでパワー見せつけます。あ、危ねー
まあいっか、ナイスです。じゃあ次ショウさんでフルスイング見せます。オーケー、よっしゃー、来たー。気持ちいい、いいね。いやー、今のは最高です。で今ヤマトさん入れてるから変えられないね。 OK です。本当にいいバッティングしましたね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。あ、うー、今のはバッターよく見ましたよね。さあまだ行きたい、できればまだ打ちたい。よし、よし、落ちた。ナイス。ミートが小さくてもね、まあまあやれないことはないですね。どうだ、おお、え、今のそんな飛ぶんだ。あ、張って入った。おお。さあということで勢いそのままに2試合目行こうかなと思います。よし、もうそろそろね、あの千賀さんのフォークをね克服したいですね。最近ほんと苦手ですからね。うう、まっ、いける、ナイス。あー、もう1打席1打席に力が入りますね。よし、ナイスバッティング。いいぞ。キャッチャー誰でしたっけ、ちょっと走りたい。行こう、ストレート来たら打ちに行く。やばいやばい、戻れ戻れ。危ねー。あ、でもなんか打撃カーソル4いいかもしれないですね。すごいやりやすい感じがあります。走ろう。 OK、 うわやばい、おー抜けた。さあストレートにもね気をつけつつです。あそこら辺のフォークはねちょっとあんまり打ちに行きたくないですね。やばい、追い込まれた。どっちだこれ。いやー、そうか、あそこからでもねたまに下にがっつり落ちる時ありますからね。怖いな。お、入っちゃった。いける、あー、いけなかった。いやー、でもなんか今の千賀さん見て思うんですけど、ストレートの比率がすごい少なくても、少なくてもっていうか少ないと逆にすごいやりにくいですね。打ちにくかったです。さあ前田さん、久々の対決でございます。オーケー、ツアウト。お、今回は丸さん特殊能力2つだけですね。いや、なんかいつも特殊能力が3つ全部出るイメージがあるんで。あ、やば、あ、やばいやばいやばい、あ、同点か、やばい、2点入れてると思ってた。これはやばいぞ。いやー、どうしよう、ストレート入れるとちょっと打たれそうな気がするんで外します。よし、さあ千賀さん打ち崩しましょう。頑張ります。あー、変えられちゃう。ハーマンかー。あれ、ハーマンは下チェンジアップ、スライダー OK です。いやー、やばい。うお、綺麗に当たった。
ナイスです。まさか打てるとは思ってませんでした。いける、あーボール球か、これもいけなかった。いけるいけないはちょっとおかしいからやめよう。でも行っちゃうんですよね。なんかすごいな、うん、球数を増やしましょう。スタミナを削りたい。ちょっと待って全然予測してなかった、びっくりした。いや落ちたかな。よし、今のボール球か。よし、あ、えーさあそろそろスライダーも来そうだけど、違った。よし、ツーベース、いいね。うわー危ねー変化量が落ちてるのかな、もうもしかしたら。そうだね、やりにくい。よし、そろそろここでストレート狙っていきます。あーボール球か、あやばい、いやーそっか、いやーそれにしても打ちにくいですね。ハーマンは A ランクでももしかしたら入れても全然いいかもしれないですね。怖いな、ナイス、うまいですね、しっかり当ててきますもんね。もう一球いきます。あやばい、おうおうおおチェンジアップいきますか。あーもうちょい低めにしたかった。あーどっちにしろ外れてる。これぐらいでも入るはずです。 OK、 よし、さああとワンアウト。あぶねー、菊池選手はねたまにホームランもあるんで気をつけないといけないですね。さあ追い込んだ、一気にいっちゃおっか、打たれるかな。あーやばい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 、おぶねー、こぶんですよ結構、意外とね長打力があるっていう。さあまさかの王さんが来た、王シフトで。うわあぶねー、よし、はい、ということで2試合連続でねいい感じの試合展開にできたかなと思います。ご視聴いただいてありがとうございました。ぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。それではありがとうございました。